お母さん、私のお寿司はもうない感じですか？ないわよ。あなたはシャリだけで十分でしょ？使えない嫁なんだから、寿司なんか食べられると思わないで。お吸い物どころか、お茶すらまともに入れられない嫁なんて必要ないわ。使えない嫁って、ひどいな。だって、毎年親戚の集まりに出す料理は私が作ってるんですよ。ええ。毎年毎年あのまずいお吸い物や赤飯なんか恥ずかしげもなく作ってね。あれのせいで、我が一族の平均寿命が下がり続けているのよ。ほら、この間、ケンジさんが亡くなったでしょ？あんたの料理のせいよ。料理がまずすぎて死ぬというのは、非常に興味深い事例ですよね。そうだというのならば、彼の遺体をどこかの研究所に差し出した方がいいのでは？いちいち口答えするな。口答えなんですかね。とにかく、あんたはろくなものを食べられると思わないで。また来年、それなりの仕事ができたら食べさせてやるわ。何ですか、それなりの仕事って。もうちょっとマシなお吸い物が作れるようになったらってことよ。親戚の皆さん、づいてたじゃない。かわいそうに。確かに、お吸い物は失敗してしまったかもしれないです。いつも通り作ったのに。でも、お母さんが私が料理してるそばでずっと嫌がらせしてくるじゃないですか。はぁ？私は指導してあげてるの。嫌がらせに感じるってことは、所詮あなたがその程度のレベルってこと。嫌がらせは嫌がらせでしょ？ぐちぐち悪口言ったり、顔をはたいたり。あんたがボケっとしてるからパチンって気合入れてやってんでしょ？あのね、私がここまであなたに指導するのは、それだけ期待してるからってことなのよ。来年こそは、来年こそはって思いながら、愛を持って嫌がらせをしているの。嫌がらせじゃないですか！間違えた。嫌がらせじゃない。指導しているの。とにかく、私の愛ある教育が嫌がらせに感じるというのは、嫁として向上心がないということよ。それも反省して、また来年挑んできなさい。何ですか、挑むって。別に挑んでるつもりないですよ。お母さんとはもう関わりたくないと思っていますし、できれば来年は来たくないです。あっそ、そうやって逃げ続ければいいわ。そのままカズヤと離婚しちゃったらどう？しません。さようなら。あきみさん、今年も来てくれたんだな。カズヤの単身赴任中だから、今年は来ないかと思ってたよ。ええ。どうしてもお父さんに会いたかったので。でも、いいのか？ほら、うちの家内とあまり関係が良くないんだろ？いえ、それくらいお父さんの顔を見ればなんとも。ただ、今年も私に嫌がらせを続けてくるようだったら、もう来ないようにしようと思います。嫌がらせ？どういうことだ？毎年、私はお母さんから嫌がらせを受けていたんです。人目のつかないところで、耳元で悪口を言われたり、土下座させられたり、時には顔を叩かれることもありました。それは本当の話なのか？もちろんです。でも、お母さんは周囲には優しくて気さくな人間として通っていますから、私が何か告発したところで信じてもらえないと思ったんです。確かに、にわかには信じがたい話だ。しかし、家内の明美さんへの当たりの強さは知っていたから、そこだけ心配していたんだが。当たりが強いなんてもんじゃありませんよ。私の体を突き破って貫通するほどの当たりです。毎年毎年、本当に参るんです。ムカつきすぎて。それじゃ、どうして今年も来てくれたんだ？ラストチャンスを与えようと思ったんです。私はカズヤのことは愛してるし、お母さんと良好な関係が築けるのならその方がいい。だから、もし彼女が反省して、今年は優しく接してくれたなら、また関係を続けたいと思っています。なるほど。ただ、毎年続いているとなれば、望みは薄いだろう。もし嫌がらせが続いたら、また例年と同じことになってしまうんじゃないか？私がお母さんを告発したところで、どうせ誰も信じてくれないのは目に見えています。なので、盗聴器とカメラを台所に設置させていただきました。え？そこで撮れた映像や音声を使って、お母さんの悪事を親戚一同に告発してやりたいと思っています。あまり人の家の台所に盗聴器とカメラを仕掛けるものじゃないけどね。まあ、家内の本性というのは私も気になるから、その作戦には賛成するよ。って
ていうか、お父さんはお母さんのどこを愛してるんですか？ずいぶん難しい質問だな。実を言うとだな。いいところなんて別にないんだ。え？さっき彼女の嫌がらせの話を聞いて、にわかには信じがたいと言っただろう？あれは嘘だ。容易に想像がつく。俺も家で同じような目に遭っているからだ。え、そうだったんですか。でもどうしてわざわざ嘘を？恥ずかしかったんだよ。だってそれこそ俺は親戚たちの間では威厳ある父親として通っているだろう。そうですかね。じゃあどう思われてるんだ？どちらかというと妻の尻に敷かれている気弱な優しい男という印象でした。威厳を前面に出して威張り散らしているような人だったら私が懐くこともありませんよ。そうか。じゃあ無駄な強制だったというわけか。それなら俺もわざわざ取り繕うことはない。明美さんがあいつへのリベンジを考えているのなら俺もそれに乗る。なんだかエンジンが入っちゃったみたいですね。じゃあ一緒にお母さんを成敗しましょう。ああ。明美さん、相変わらず今年もダメね。私の指導に耐えられず逃げ出すなんて。ゆとり世代というのはどうしてこうも忍耐力がないのかしら。ええ、お母さんくらいのおばさんがヒステリー起こすのと一緒ですね。なんて失礼な。もういいわ。あんたのことは徹底的にいじめ抜いてやる。さっさと戻ってらっしゃい。ええ、ぼちぼち戻りますよ。別に逃げたわけじゃありませんから。さあ、今日も親戚みんなで、おいしい高級寿司食べましょうね。ごめんね。嫁のあんたは今年もシャリだけで。これで最後だし、大丈夫です。え？最後ってどういうことよ？もしかして、カズヤと離婚するってこと？いいえ。私がここに来るのが最後だということです。もっと言えば、カズヤはもう二度とここには来ないということになります。はあ？さっきから何を言ってるの？お母さんが私にしてきた嫌がらせの数々、親戚の方々やカズヤが知ったらどう思うでしょうね。なんだ、何かと思ったらそんなこと？あれは嫌がらせじゃなくて指導だって何度も言ってるでしょ。それに、嫌がらせだとしたって、あなたの主張を信じる人なんか誰もいないわよ。ええ、私もそう思います。なので、台所での様子をすべて録画させていただきました。え？この映像があれば皆さんも信じるしかないと思います。すでに私は映像を確認しました。侮辱、土下座、リンタ、すべて映ってましたよ。嘘。それにですね、いつもいつも私のお吸い物がまずいと言いますが、お母さんが塩をこっそり大量に入れていたんですね。びっくりしましたよ。そんなことまで。だからいつもいつも私に味見をさせなかったんですね。あんな塩分過多のお吸い物を出してたら、そりゃ皆さんおえってなりますよ。ひょっとしてケンジさんが亡くなったのも、お母さんが塩を大量投入していたからなんじゃないですか？そんなわけないでしょ。うっとしいわね。いいわ。見せられるものなら見せてみなさいよ、全員に。どうせハッタリなんでしょ？そんな度胸ないんでしょ？もう今で上映会やってますよ。どこにいらっしゃるんですか？ねえ、あんたは信じてないわよね。あの映像は作り物なの。見たらわかるでしょ？ただの合成よ。合成なわけないだろ。カメラが仕掛けられたのは今朝だ。いつそんな編集をする時間があった？あんた、私に口答えするっていうの？情けない夫のくせに、こんな時くらい妻の味方をしなさいよ。情けないのはお前だろ。え？確かに俺も随分と情けないよ。こんな女の尻に敷かれていたなんてな。それならあんたはこれからどうする気よ。私と離婚でもするっていうの？あんたみたいな弱虫男が一人で生きていけるの？一人？何を言ってるんだ。一人になるのはお前の方だろ。え？親戚たちと話し合って、お前と絶縁することに決めたよ。この家だって、俺の持ち家だ。だから出て行ってくれ。ちょっと待って、話が急すぎるわよ。そんなの納得できるわけがないでしょ。じゃあ、訴えてもらって結構だ。お互いに弁護士をつけて話し合おう。ちなみに、証拠として、
お前が明美さんに暴力を働く映像も提出させてもらう。わかったわ。それだけはやめて。しかし、明美さんはお前に相当ムカついているから、訴えるつもりでいるぞ。どちらにせよ、多額の慰謝料を払うことは免れないんだ。だって、家も仕事もないのに、どうやって払えって言うの？自分で考えろ。そんな、私を急に追い出すなんて、それは殺人に等しい行為だわ。私はこれからホームレスになって、借金まみれで生きていかなきゃいけなくなるのよ。ああ、そうだ。親戚一同でその結論を出した。それほど、あの映像は衝撃的だったんだ。毎年あんな思いをさせていたなんて。本当に申し訳ないよ。カズヤはなんて言ってるの？そもそも、カメラを仕掛けるという案は、カズヤのものだそうだ。え？カズヤは自分が海外にいて、身動きが取れないからと、アケミさんに最大限アドバイスをしたそうだ。つまり当然、カズヤの意見も、わかるな。そんな、私は、一人？自分が身内の中で力を誇示するために、アケミさんに嫌がらせを続けたというわけか。本当に彼女がかわいそうだと思うよ。今、アケミさんはどうしてるの？親戚の人たちとまた寿司を注文して、それを待ってるよ。残っていた寿司はすべて平らげてしまったそうだ。そりゃ結構なことだわ。彼女はもう、お前と話すことは何もないってさ。どこかあっけらかんとしてるよな、アケミさんは。俺も見習いたいよ。俺はこんな女房にさえ、未だに情を感じてしまっているんだからな。え？そうなの？じゃあ私を見捨てないで助けてよ！お願い！だって情があるんでしょ？何言ってんだ。情があるから追い出したんだよ。また家に置いて贅沢させて、腐った人間になっていくのも構わないって姿勢こそ、情がないってもんだよ。それじゃあ、明美さんからの訴訟に、せいぜい備えておくんだな。ああ、そうだ。お前に一つだけ言っておきたいことがあるんだ。明美さんなんかより、お前の料理の方が、よっぽどまずいぞ。その後、家を追い出された陽子さんは、なけなしのお金でアパートを借りたそうですが、私への慰謝料や、その他諸々の費用で、すぐに家賃が払えなくなってしまったそうです。またしても家を失い、借金だけがかさんでいく彼女は、もう一度許してもらおうと、お父さんの家を訪ねたそうですが、許すかどうか決めるのは、明美さんだ、という、お父さんのかっこいいセリフが炸裂し、私はもちろん、一生許すつもりも、思い出すつもりすらもないので、陽子さんは必然的に、一生誰からも許してもらえないということになってしまいました。今の陽子さんには、シャリすらも食べられないでしょうから、さぞかわいそうだとは思いますが、もう彼女のことについて考えることすら億劫なので、忘れることにします。